はい、どうも、奥田祐介です。このチャンネルは阪神タイガース応援チャンネルということで、阪神タイガースの試合を振り返っていろいろ話をしております。今日から DeNA3 連戦、横浜スタジアムに移ってですね。ということで、まあ、ずっとね、今年苦手にしてたんですね、横浜スタジアムをね。ずっと得意だったんですけど、ここ数年、ちょっと苦手にね、してて、まあ、ここ数年というか、まあ、去年から今年にかけてかな。もともと横浜ってね、打線強いけど、ピッチャーあんまりっていうチームだったので、まあ、横浜スタジアムに行くとですね、結構打てたんですね、阪神がね。で、まあ、狭いしですね、まあ、ホームランも結構出たりね。横浜スタジアムに行くと結構打って勝つっていうイメージあったんですけど、ここ数年でその、横浜の、ピッチャーが良くなってきてですね、なかなか打てなくなってきて、まあ、いいピッチャー多いし、で、左が増えてきたんですよね。左のいいピッチャーが増えてきて、で、まあ、阪神は結構ね、左ピッチャーに弱いというか、まあ、主力が左が多かったんですよね、ちょっと前から、まあ、今もそうかな。だから、まあ、右をね、補強せない感じで、まあ、去年から今年にかけて右をいっぱいね、入れたんですけども、まあ、もともとね、まあ、なんていうか、福留、糸井とかね、高山とかですね、この辺が、左がずらっとこう並んでいたということで、まあ、そこにこう、左のね、いいピッチャーが DeNA はこう増えてきたので、ちょっと打てないっていう感じで。で、まあ、苦労してたんですけど、まあ、前のカードでね、3連勝して、まあ、その苦手意識をね、払拭したかなというふうに思ってたんですけど、まあ、今日からのね、3連戦どうなるかなっていうところなんですよね。で、まあ、前のカードの広島3連戦は1勝2敗ということで、まあ、マジックがね、点灯したということで、まあ、できれば2勝1敗にしたかったですけど、まあ、1勝2敗で、まあ、合格点かなとは思うんですよね。まあ問題は今日、まあ今日からの DeNA3 連戦なんですけど、ここもね、一つは勝ちたいんですよね。3連敗だけは阻止したいっていうですね。まあそういうところなんですけども、まあ結果から言うと今日は競り負けましてですね、2対1ですからね。まあほんまやと阪神がこう、なんていうかね、得意な、なんていうんでしょう。戦い方ですね。この僅差の、しのぎ合いっていうのは阪神が得意なんですけど、まあその得意な形で今日は負けたっていうことで、まあちょっと痛いかなという感じですね。まあ大きく見たらそんな痛くはないんでしょうけど、まあ、やっぱ久しぶりの連敗ということでね、まあ、先月以来の連敗と、まあ、そう考えるとやっぱりね、調子良かったんですよね。連敗が久しぶりっていうね、ことですから、まあまあ、それはそれですごいなと思うんですけども、まあ、連敗ということで、でもね、広島も負けたんで、今日阪神が負けて、そのちょっと後に広島負けてですね、今日もし阪神負けて広島勝ってたら、広島に自力優勝の、可能性が復活してマジックを消えるとこやったんですけど、まあ今日ね、阪神の試合見た後にそのまま、広島巨人戦見た人多かったと思うんですけど、広島が負けましてですね。で、まあ、マジックが1個減るっていうですね、まあ不思議な感じですね。マジックナンバーってね、まあ、まあ不思議な数字なんですよね。まあまあ、マジックナンバーっていうぐらいですから、まあ、まあ、僕もいろいろね、調べたり、勉強したことあるんですけど、なかなか難しいですね。なかなか難しいですね。プロ野球みたいにね、試合数多いとですね、難しいですよね。で、あと、勝率とかね、勝率でこう優勝を決めるみたいなことですから、結構ね、ただ単に星勘定ではないので、結構難しいんですよね。まあ、大相撲ぐらいのですね、大相撲ぐらいの、まあ、15勝、15戦ですよね、ぐらいで、まあ、リーグ戦ではない、総当たりではないですけど、ってなると優勝はね、わかりやすいですよね。あと何日の時点でね、2敗まで優勝圏内、3敗まで優勝圏内でね、これはわかりやすいんですけど、プロ野球はなかなか、要するに単純に言うとですね、阪神以外の全球団に自力優勝の可能性がなくなった時点でマジックがつくんですけど、それが難しいんですね、それの計算がね。自力優勝っていうのは、もう自分が全部勝っても、阪神がですね、それ以上に、阪神が全部勝ったら優勝できないっていうのが、まあ、いわゆる自力優勝なんですけど、まあ、なので、今回の場合は対象チーム広島ですから、広島にですね、広島、がですね、負けるか、阪神が勝てば減ると。阪神が勝って広島が負ければ2減るというね、単純にそういう風に、まあ、大雑把には考えてるんですけども、たまに3減ったりね、マジックが消えて、またついたりとかね、こんなんありますから、もう本当に不思議な数字やなという風に思うんですね。だからまあまあ、目安ですよね、目安ね。まあ、マジックが つけば優勝が近いかず、そういうわけではないんですね。一つの指標ですから。
まあ、2010年やったかな、その阪神にね、マジックがついたことありましたけど、あの時も残り、何 ?9 試合かなんかでマジック8がつくみたいなんですね。たまたまついたのが阪神だっただけで、優勝に近いのは阪神じゃなかったっていうことでね。これはもうただの重圧にしかならんみたいなね。残り9試合で8ってことは全部勝たないかみたいな、そういう感じですから。まあ、それはまあ、マジックね、ついたから、嬉しいっていうわけでもないという感じですね。だからまあ、まあ、ついたり消えたりするのがマジックっていう風にね、言われてますけども、まあ、今日阪神がね、負けて、広島勝ってれば消えてたんですけども、まあ、広島も負けてくれたということですね。で、ずっとね、広島調子良かったんですけど、やっぱり連勝疲れで少し調子が落ちてきましてですね。で、その後阪神がね、勝って連勝して、まだこれで阪神がね、少し落ちてくるんかなっていう感じがするんですけど、まあ、お付き合いみたいな感じで広島もね、やっぱり落ちていってますから、やっぱり阪神の優位は変わらないんじゃないのかなと。阪神がね、多少負けが混んでもね、広島も多分お付き合いしてくれるような感じが今見てるとするんですよね。っていうのも今日もね、勝ちパターンのピッチャーがやっぱ打たれたんですよね。島内とかね、それから矢崎とかですね、この辺が巨人に打たれてですね、負けたんですけど、やっぱりね、やっぱり使い方が、どうしてもね、連投連投になってきて、ってなったら、この辺にやっぱ疲れが溜まってきて、打たれ出すということになってきました。なかなかこう、盤石に逃げ切るというのは難しくなってくるのかなっていう感じですよね。だからまあ、この辺、広島がまあまあ、まあ、だから難しいんですね。まあ、どのチームもね、勝ったり負けたりなんですよね。どっかが走るってよっぽどの力の差がないと、どっかが走るとかないわけで。そう考えるとですね、まあまあ、こう、勝ったり負けたりの中で阪神がやっぱ上の方にいるっていうことで、やっぱり力があるっていうことと、それからまあ、岡田監督のやっぱ采配が、まあまあ、優れているのかなというふうに思いますので、うん。まあ今日なんかはね、まあいい試合だったのはいい試合だったんですよね。で、今日の試合見てるとですね、なんかこう阪神がこれが悪くて負けたっていうのはあんまりないし、まあ結果的には負けてますけども、なんかそのまずいプレーがあったとかですね、なんでこういう、なんでここでこんな作戦取んねやとかですね、こういう不思議なことがあったかっていうと別にないわけですよね。で、その、まあ、相手、東ですけども、手も足も出んかったからさ、そういうわけでもなく、みんな工夫してですね、やっぱそれなりにやるべきことやって、やっぱそれでもやっぱ点入らないときは入らないし、負けるときは負けるわけですよね。あ、まあ、今日の負けなんかはですね、まあ、ちょっと昨日の負けとは少し性質が違いますけどね、昨日の負けはあれ、捨て試合、完全な捨て試合ですから、まあ、負けていいっていう感じですよね。序盤にね、5失点してですね。で、まあ、久しぶりの完全な負けですから、まあ、ちょっとね、主力休ませられたからよかったな、みたいな感じですよね。で今日の負けは、一応、競ってですね、勝ちに行って、っていう感じの負けなんですけど、まあでも、まあいい試合だったし、やるべきことやったしですね、まあまあ、まあそんなにこう、悲観するような負けでもないのかな、という感じはしますよね。はい。で、まあ今日ね、その村上と東の投げ合いだったんですけども、二人ともやっぱりね、防御率2位と3位のピッチャーですから、やっぱりこう、ね、投手戦になったな、っていうそんな感じだし、なんかこうね、二人のですね、なんかこう、なんていうんですよ。こう、試合の流れなんかも似てたんですよね。初回ちょっと苦労してですね、球数使って。で、二回以降こう立ち直ってきてですね、そのまま、まあ、阪神の方は、村上の方はね、ホームラン一発浴びてですね、これでまあ1失点、まあ1対1になって、で、ずっと行くんですけど、まあ、なんか球数も似てるしですね、アウトの取り方も似てるしですね、まあ、なんか、似たような感じでフォアボール出さないしですね、まあ、非常に似たようなですね、で、やっぱりピッチャーがですね、ああいうリズムのいい投球してると、やっぱ守る方もね、いい守りが出る。今日エラーなしですよね。で、阪神の方からしたら再三いい当たりをですね、こう、好守備に阻まれてですね、それでまあ、今日はね、まあ、負けたっていう感じですよね。なんていうんですかね、いい当たりが、こう抜けてれば何点か入っててもおかしくないという感じだったんですけど、やっぱりこれ、なんていうんですよね、やっぱピッチャーのリズムがいいと、やっぱり守る方もですね、いいプレーが出るっていう、まあ、そんな典型みたいな今日はね、試合だったかなというふうに思います。両チームともね、先発ピッチャーがすごいね、テンポのいいですね、いい投球をしてたんで、守る方もですね、かっちりこう守ってたっていう、まあ、そんな感じですよね。はい。まあ、阪神のはね、先制点取るんですけども、今日佐藤戻してきましてですね、近本中野で森下大山、で、5番にノイジー、6番佐藤戻してきまして、まあ、やっぱり戻してきたなっていう感じですよね。今日は左の東やったんで、またね、右の誰かを使うのかなというのを思ったんですけども、やっぱ小野寺は使えないですよね。サードでね、痛恨のエラーしてですね、2試合でヒット1本しか打てなくてって、やっぱりこう、スタメンで出ると、やっぱりまあ、スタメンで出てしかも慣れてないサード守らせて、やっぱりね、なかなか酷やなと思うんですけど、やっぱり昨日のプレー見てたらやっぱ使えないなという感じですよね。やっぱ本職のサードの人じゃないと。
なかなかきついのかなというところですから、まあ、で行くと、まあ、どうすんのかなと思う。熊谷あたり使ってくるかなと思ったんですけど、まあ、まあ、佐藤戻してきましたですよね。はい。やっぱり、まあ、もともとその、小野寺サードっていうのは、これ佐藤に対するメッセージですよね。その、小野寺をこう、サードで使ってですね、これでまあ、勝てるとはおそらく思ってなかったと思うんですけど、佐藤からしたらですね、自分がずっと使ってもらってたところにですね、本職じゃない人が使われてるっていう、やっぱりこれ、なんていうんですかね、こう火をつけたいっていうね、そういう思いがあったのかなというふうに思います。まあ今日佐藤戻してきてですね。で、今日は木南外して、まあ休憩ですね。木南もちょっと休憩しながら使うっていう感じでしょうね。今日小畑を使ってきまして。で、初回ね、近本がヒットで出てですね、中野がまあ凡退して、で、森下も凡退してですね、これランナー進められずやったんですけど、大山がこう、ヒットを打ってですね、この辺まだその、東がこう、制球が定まってなかったんですよね。球も高くね、上ずで、勝負球が高く来てましてですね、右バッターのこう外角にこう、チェンジアップをね、よく投げるんですけども、これがちょっと浮いたところを右に打たれて、1、3塁になって、で、5番のノイジーがタイムリーヒット。これもね、勝負球甘かったですよね。外角の甘いところに来たやつを右に打ってですね、タイムリーヒットで1点先制すると。で、村上の方もですね、初回ちょっと苦労したんですけど、2回以降ちょっとね、立ち直ってきて、まあいい感じかなと思ってたんですけど、宮崎にホームランを打たれるっていうですね。あれも、インコース狙ったやつがちょっと甘く入って、だからインコースを投げるっていうのはやっぱりそれリスクがあるんですよね。その、インコースの厳しいところに投げたら、それは打ちにくいね、球になるし、まあ有効な球なんですけども、だからちょっと甘くなるとホームランボールになりますしね。で、ちょっと厳しく行き過ぎたらデッドボールになりますから、やっぱりインコースっていうのはやっぱそれなりにですね、リスクがある攻めなんですよね。で、そこにきっちり投げられるだけの度胸とコントロールがないと、まあもちろんね、プロではやっていけないっていうことなんだろうと思うんですけども、まあこのホームラン打たれたとこもおそらく坂本はもっと厳しくね、行こうと思ってたやつがちょっと球1個分ね甘くなってこうホームラン打たれるっていう感じですから、まあ本当にこれ、まあ難しいなというところですよね。 でインコース打たれたからでじゃあ次がアウトコースばっかりっていうわけにもいきませんからね、だから難しいんですよね。まあ本当はねそれはまあ狙ってるところに全部球がいきゃ一番いいんですけど、まあなかなかそれも難しいですから、まあまあこのホームランも致し方ないのかなという気がしますよね。まあ、逃げるわけにいきませんしね。そのフォアボール出すわけにもいきませんし。まあソロホームランなら OK っていう、まあそういう、まあ、対戦相手と球場ですから、まあソロホームラン OK というところでね。だからどっちかっていうと、その、まあ村上がホームラン打たれたがどうこうというよりも、やっぱり点取れなかったっていうのが、まあ今日はね、まあまあ、敗因なのかなというふうに思うんですけど、ただまあ、その何も手を打ってなかったかしたら、そういうわけでもないんですよね。結構こう、きっちりと考えて、各バッターがですね、打席に入っていたように思うし、その岡田監督が勝負かけるところもね、別に間違ってなかったと思うんですよね。東がですね、7回の表に、ですね、満塁のこうピンチをですね、これもまあまあちょっとまあ阪神がしたらラッキーのあたりですかね、ヒット内野安打ね、まあ相手のまあちょっとエラーかなっていうような坂本のねボテボテのピッチャーゴロをちょっとねジャックルしてですね、投げられるみたいな。で代打原口が出てきて、でまあ三遊間破るかなっていうところを飛びついてね、ショートの強打が飛びついて、で止めて、で満塁になってですね、でここで代打ミエセスをまあ、ピッチャーのとこですけどね、ワンアウト満塁でピッチャーのとこなんですけど、ここで、代打ミエセスをね、切ってきたんですよね。だからこれがまあ、まあ、勝負をかけたっていうところですね。まあでも、これは当たり前ですよね。このまま村上に打たしたらですね、これ当然、点になる確率低いしですね、下手したダブルプレーもありますから、かといって三振制ってわけにね、いきませんので、難しいところですよね。で、まあ、近本に回ったとしてもですね、やっぱりまあ、それは、ワンアウト満塁とツーアウト満塁やったら、やっぱワンアウト満塁の方が点になる確率ね、点になる、こう、パターンが多いわけですから、当然勝負かけるべきところかなと思いますよね。で、ここでまあ、すでに原口使ってますから、右のですね、代打ということでいくと、まあ、ミエセスか、小野寺かっていうところだと思うんですよね。で、ここでまあ、ミエセスをこう、チョイスしたっていうのも、まあまあ、このパワーにかけたんでしょうね。その外野フライを打つっていうですね、当たりは飛ぶっていうところですから、で、ここでですね、まあ、ミエセスも、追い込まれながら粘って、フルカウントまで持っていってですね、頑張ったんですよね。10球投げさせたんですね。で、これ10球投げさせたことによって、相手がね、足つってですね、で、ここの回で交代になったわけですから、このミエセスの粘りっていうのも、決してこう、淡白ではなかったですね。フルカウントから粘ってですね、
で、最後なんとか前に飛ばしたやつがサードゴロダブルプレイですから、これもまあまあやるべきことをやってるわけですよね。簡単に三振とかね、そういうわけじゃなくて、なんとかしたろうっていう気持ちはやっぱ見えてるわけだし、最後もね、たまたま飛んだところに宮崎がいましたけど、あれもちょっとずれてりゃこれヒットになってたわけで、この岡田監督がここでミエセス勝負かけたっていうのも間違ってないし、ミエセスもきっちりそれに応えようというプレーをね、きっちり、見せてくれてたしっていう感じですからね。まあ、これも別に間違いじゃないというところですね。で、この後、カジヤを出してですね、カジヤが打たれて今日負けるんですけど、ここがちょっとまあもったいなかったな。ツーアウト取ってからですからね。ツーアウト取ってからヒットと二塁打ですから、ちょっとこれはまあ防ぎようがあったんちゃうかなというふうに思うんで、これがちょっと今日はね、非常にこう、なんていうんですか、まあもったいないというところですね。ただまあ、カジヤを使ったっていう采配は別に間違ってないですよね。一番登板間隔が空いてますしですね。まあ、上がってきたばっかりの、まあ、まあ、石井とか岡留めとか、この辺にいきなりここでっていうのはまあ難しいですから。まあ、今日ね、点取られて、こう、リードを許したところで石井使いましたけども、同点のところで使えるピッチャーって言ったら、やっぱまあ、梶谷になりますよね。梶谷か岩佐ですかね。になりますから、これも別に間違ってないというところですよね。だから今日何かこうね、負けたらなんかこれが一番悪いと、原因がこれや、みたいなのがあんまりこうない中でね、なんか巡り合わせが悪くて負けたみたいな感じですよね。相手の攻守に阻まれたりですね。っていう感じですから、まあまあ、そんなに、まあ、悲観することないのかな、とは思うんですけど、その、チームに波がありますけどね、これ要するに体力的な問題もあると思うんですよね。個人の調子のね、問題があると思うんですよ。それ以外にも、こう、流れみたいなね、流れの波みたいなのもあると思うんですよね。その、阪神が10連勝しているときはですね、これ完全に負けパターンやでっていうのでも、なぜか勝ったりしてましたから、なんかこう、流れが阪神に来てたんでしょうね。で、逆に、少しこれがね、今度はこう、まあ、もう当然ね、こう、揺り戻しがあるわけですから、いい流れの時があれば悪い流れが来るということで、今ちょっとね、流れが悪くなってんのかなと。同じだけヒットを打てても点になったりならなかったりなんですけど、今ちょっとね、点が入りづらい状態なのかなというところですから、まあ、ここでこう、いかにですね、まあ、冷静になってですね、この状態をこう、早く乗り切れるかっていうのが、まあ、今後大事になってくるのかなというふうに思います。だからまあ今日も流れの悪さで言うと最後のね、盗塁のそのタッチアウトっていうのもありましたけれども、最後9回ですかね、相手、抑えの森原かな、出てきて、先頭のですね、佐藤がヒットでし、先頭のノイジーアウトになるのかな、先頭のノイジーアウトになって、で、次の佐藤がですね、ヒットで出塁するんですけどね、これもね、打球が強すぎたんですよね。フェンス直撃なんですけど、打球が強すぎてシングルヒットになったっていう、そんな感じですよね。これも二塁打になってたら全然ね、話違ったと思うんですけどね。で、あの打球の勢いだったらね、ちょっと角度ついたらホームランになってたんですけども、この辺がまあホームランにならないっていうのがまだちょっとね、あれなのかな、本調子じゃないのかなとは思いますけど、でもまあやっぱり今日はね、佐藤2本ヒット打ちましたし、やっぱりまあなんとかしたろうっていう気持ちがあるのかなとは思いますけど、できれば最初の打席で打ってほしかったんですよね。あそこで打ってくれてれば2、3点入ってですね、もっと楽にこう、いけたんですけども。まあこの辺がまあ流れの悪さかなという気はしますけど、まあとりあえずこれで出塁をしてダイソー熊谷が出てですね。で、この熊谷が、まあ次のその、坂本のとこに代打糸原を出したんですけど、ここで、盗塁を仕掛けるんですけど、これがですね、キャッチャーからの送球をですね、まあショートの強打が取って、でタッチに行った時にですね、ベースとこうスライディングに来る熊谷の足の間に、その強打の足が入って、それがこう走路を妨害をしてですね、でこれでまあタッチアウトっていう、まあこれで判定覆ってリクエストでね、アウトっていう感じなんですけど、でこれに岡田監督がですね、まあ、猛抗議をするって、まあ、今日ね、あの最後はそういうシーンありましたけども、まあ確かにですね、これはちょっとまあ納得いかん部分は当然あるわけですよね。その審判の説明の中ではですね、まあ、これ一連の流れだからまあ妨害じゃないよっていう風に言ってたんですけども、そのまあ一連の流れの中のプレーっていうのは全部そうですからね、もちろんまあ意図的にそのなんていうんですかね、試合をぶち壊したろうみたいなですね、そういうこう意図的に流れをですね、こう断ち切ったりとかいうプレーがあれば当然それはあの反則になると思うんですけども、それ以外のプレーっていうのは全部こう流れの中で行われるプレーですから、それがいいか悪いかをまあ見るのがルールですから、流れの中で起こったから妨害してもいいとはならないわけですよね。ならないわけですよね。まあ例えばその走塁妨害にしろ、守備妨害にしろ、打撃妨害にしろですね、全部これ故意じゃなくてたまたまなっちゃうわけですよね。でもたまたまはなっちゃうけども、そうなったら当然こう反則取られるわけですよね。
例えば、単純に言うと、その、ね、打撃妨害ですよね。その、キャッチャーが球取りに行ってですね、キャッチャーのミットに、バッターのバットが当たったらですね、これは、キャッチャーが、打撃を邪魔したっていう風になって、これ、インターフェア取られるわけですよね。で、これも別に、意図的にやろうが やらなかろうが関係ないですね。意図的にやってもたまたま当たってしまっても、これは反則、当たったら当たって反則取られるわけですから。当然そうですよね。走塁妨害なんかもそうですよね。守備妨害か。守備妨害もそうですよね。たまたまその、こうなんていうんですかね、こう、ベースラインの内側走っちゃってアウトってね、ありました。西岡がね、以前ありましたけども。あれだってこう、意図的にやったわけじゃなくて、たまたまそこ走っちゃっただけでも、そうなったら、反則は反則なわけですからね。だから意図的だろうが流れだろうが関係ないわけですよね。邪魔したら邪魔した、なるわけですから。あれは、スライディングを邪魔してるのは間違いなく邪魔してるわけですから、それが一連の流れだろうが意図してようが意図してなかろうが関係なくてですね。それはもう、走塁を妨害してるんだったらもう走塁妨害になるわけですよね。だから、審判の説明、なんでそれが、走塁妨害にはならないかっていう説明は、こう、試合の後にね、コメント出してましたけども、それは、やっぱり納得が誰もできないわけですよね。なんでじゃあ、故意じゃなかったら何してもいいのかっていう話ですよね。それはダメなわけですよね。例えば、すっぽ抜けてね、頭に当たっちゃっても、故意じゃなかったとしても、それは危険球退場になるわけですから。いや、もうそれ故意じゃないから、一生懸命やった結果だから、いいよっていうふうにはならないわけですよね。だから、審判の説明は、納得のいく説明にはなってないわけですよね。だから、それは、やっぱりちゃんとね、説明をしてもらわないといけないし、もちろんあれがね、盗塁がセーフだったからといって最後点入ってたことが分かりませんけれども、ただまあ、その、1点をね、こう、もう争う試合っていうのはここから先増えてくるわけですよね。で、1ミリを争うとかね、0.1 秒を争うみたいな、これがまあ、プロ野球ですから。で、それをこう、楽しむのが、見に来てるお客さんはそれを楽しむわけですからね、その最高峰のですね、プレーをこう、楽しむわけです。で、それを、ジャッジするのが審判の仕事ですから、当然審判だってプロフェッショナルじゃないといけないわけですよね。審判も人間だから間違いはあるよね、みたいなこと言う人いますけど、それダメなんですよね。それダメです。仕事なんだからね、間違いはダメなんですよ。これがね、どうもね、審判の言うことは絶対や、みたいなね、風潮ありますけども。いや、審判の言うことは絶対なんじゃないでしょう。起こった現象が絶対なわけで。それをどうジャッジするのかっていうのは、審判はきっちりとやってもらわないといけないわけですよね。例えばじゃあ、なんていうんですかね、飛行機のパイロットがですね、人間だからミスもあるよねって飛行機墜落させたら、それはダメに決まってるわけですよね。誰もできないことをやるから、給料もらってね、高い金もらってやってるわけですよ。審判も一緒ですよね。誰もできないことだけど、その人だけはやってもらわないといけないわけです。誰もできないけども、その人はできるから給料もらってるわけですから。だからそれがですね、納得のいかない説明で、誰もね、理解できないっていうのでは、それではもうプロの仕事してるとは言えないわけですから、これはね、やっぱりちゃんとね、説明を、これ審判の説明で、もちろん阪神は納得しないでしょうけれども、いわゆるその、NPB としてですね、これで、もういいのかどうかですよね、ルールとしてね、ルールブックの解釈としてこれでいいのかどうかっていう見解はやっぱり出すべきかなというふうに思います。あまりにも審判のね、ジャッジがひどい場合は NPB の方ね、コミッショナーの方から審判に厳重注意ということは当然今までもあるわけですから、審判が言うは何でもかんでも正しいかって言ったらそういうわけではないですからね、これはやっぱり納得のいくようにやっぱしてもらわないと困るなというふうに思います。だってあれが OK やったらね、じゃあ故意じゃなかったら何やっても OK かっていう話になるわけですからね。デッドボールにしてもそうでしょうね。別に、狙って当たるわけじゃないんだから当たってもいいよね。とはならないわけですから。当然当たったらデッドボールというね、ルールで一塁行くわけですからね。故意かどうかは全く関係ないわけですから。これはね、ちょっとファンとしては納得いかないし、やっぱ後味が悪いですよね。もちろんね、あれ、盗塁を決めてたって負けてたかもしれないですよね。でも、盗塁決めて、でも、最後ね、負けてしまったってなったら、しょうがないねってなるんですけど、ああいうプレーがあるとですね、ああいうジャッジがあったりするとですね、それは審判のせいで負けたっていうふうに、やっぱり人間の頭の中になるわけですよね。あれ、ちゃんとジャッジしてくれてたら勝ってたのに、審判が変なことしたから負けてしまったっていうふうに、どうしてもなってしまうわけで、
ってなったら、その、なんていうんですかね、もやもやしか残らないわけですよね。結局、その、負けた原因をですね、こう、全然違うところにこう、持って行かざるを得なくなってしまうっていうことですから、ちょっとね、純粋に野球が楽しめなくなってしまうので、ちょっとあれはね、なんとかまあ、納得のいく説明はまあ、求めたいなという気はしますのでね、それはまあ、まあ、この後ね、もしかしたら何かコメント出るかもしれませんので、ちょっとそれをね、楽しみにしたいなというふうに思います。で、岡田監督久しぶりにね、講義をこうしましたけれども、まあもちろんあれパフォーマンスじゃなくて、あの、マジ切れしてるんだと思うんですよね。パフォーマンスができるようなね、タイプの人じゃないと思いますから、当然、真剣に怒って、真剣にぶち入れて、真剣に講義してたと思うんですけど、まあでも、なんていうんですかね、ああいう姿、なんか久しぶりに見てね、岡田監督が講義してるところをね、まあまあ、まだ元気やなという、少し安心をしたというところと、やっぱあれでね、選手にやっぱり火がついてほしいなっていうのは一つですね。その、やっぱりマジックナンバーがついてですね、ちょっとやっぱり、平常心、平常心ってね、言ってるんですけど、やっぱなかなか平常心難しいですよね。当然、まあ、慢心とかですね、油断はないと思うんですよ。でも、より緊張感が高まってガチガチになって、やっぱどうしてもなると思うんですよね。でそこに、まあ、いいタイミングで、だからあのね、抗議の姿をね、見せられたんちゃうかなと思います。あれでもう一回ね、選手に火がついてくれればですね、まあいいのかなと。だから明日のね、試合ね、どういう野球を見せてくるのか、ちょっと楽しみなんですよね、あの抗議する姿を見てですね。今の選手の岡田監督が当然今年初めてですから、ああいう姿って初めて見たと思うんですけども、あれを見て今のね、あの選手がどう感じるかっていうことですね。で、どう変わるかね。これをちょっとまあ楽しみにしたいなというふうに思います。明日ですね。明日、青柳ですからね。青柳もまあ当然今日のね、試合の流れはまあ分かってるでしょうから、岡田監督がね、ブチ切れてこう抗議したってのもまあ当然知ってるでしょうから、まあ明日それをどういうふうにね、投球で見せてくれるのかっていうね、ちょっとそれを明日はね、楽しみにしていきたいなというふうに思っております。はい。ということでね、まあ、冒頭も言いましたけど、不思議なね、数字、マジックナンバーということで、阪神がね、嫌な負け方したんですけども、マジックナンバーは1個減って28になったということですから、まあね、不幸中の幸いということで、まあ、気持ち切り替えて明日にね、向かっていきたいなというふうに思っております。はい。ということで、今日はこの辺りにしたいと思います。最後までお話聞いていただきまして、ありがとうございました。さよなら。